大谷翔平カービィ説浮上。カービィやったか。可愛すぎる。大谷さんのプー顔って可愛いよね。やっぱ大谷童顔だよな。結構似てて草、面白い。どっちも主人公だからね。強い、星野、戦士、間違いないですね。不思議な力を持つ伝説のヒーロー。隕石をバットで打ち返すほどの腕力、これはもう確実ですね。ガチおもろい。くっそくだらなくて好き。本物はすでにコピーされてしまったのか、あったから。自画像だったのか。それより後ろのヌートバーが気になる。隣のヌートバーが絶妙な表情。吸い込もうとするのをヌートバーが必死に抑えてるの草。もうそれにしか見えなくて草。逆かもしれない、ヌートバー、大谷吸い込みよう。コピー能力も搭載してる、大谷に最高の球を投げるな、盗まれるかも。翔平はバッターボックスからも球を見て、それを再現しようとする。顔も似てるし球種のコピー能力もあるし、完全にカービィです。よく食べてよく寝るし、バッターの時に投げられた変化球をコピーするし、甘いもの好きだしスマブラやってるしみんなの人気者だし、これもうカービィだろ。ガブリアスじゃなかったっけ？ガブリアスの次はカービィか。ガブリアスの次はカービィか。壊れるなぁ。9、大谷翔平はガブリアスですか？はいカービィです。ガブリアスだったりカービィだったりと忙しいな大谷選手。個人的には大谷翔平ちいかわに説を推してるけど、確かにカービィっぽくもあるな。でもこれでわかった。大谷さんは人間じゃないって。コラボお願いします。カービィにエンゼルスの帽子とユニフォームと着せて、グッズ発売したらめっちゃ売れそう。